レイチェルのオロサマランチ、イエーイ。はい、皆さんこんにちは。この番組の MC レイチェルこと広瀬玲奈です。はい、同じく MC のシンです。今日もお願いします。よろしくお願いします。この番組はユーストリームを使って全世界にお届けする視聴者参加型のオンライン番組です。はい、1時間生でですね、このギターについてのトークですとか、あとは好きなアーティストの話について、1時間盛り上がろうという番組になっております。はい、はい、チャットやツイッターから参加できるので皆さんどんどん書き込みしてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、もうすぐ来てくれましたアッキーさん、こんにちは。ありがとうございます。まあ、もう書いていただいている通り、はい、今年最後ということで、うん、早かったですね。なんかもう1年ね、まあお正月もう早々とここでね、あの放送を開始しましたけど、また、うん、なんかもうこの1年何十回ぐらい、40回ぐらいやりましたか、放送は。そうだね、もっとやったか、もっとやってるかな。そう、結構記念すべき回も毎回ここでやってますけど、うん、なんかあっという間にね、あっという間に、っていうか音様ランチが始まってからがあっという間だよね。そうですね、1年3ヶ月ぐらいかな、うん、やってる、経ちましたけど、もう、うん、なんかもう、もうこんな感じっていう、ね、早い早い。もう2013年ですよ、うん、あっという間に。で、まあ、いろいろね、今年を振り返りつつ、まあ、お決まりのね、今年の反省会と来年の目標だよね。抱負とかね、うん、皆さんも全然いいんですよ、書いてくださって、うん、来年の目標は僕こういうことしますとか、うん、今年はこうでしたっていう、うん、そういう感じとか書いていただいて構わないんで、はい、マサさん来てくれました、はい、こんにちは。ありがとうございます。そうだね、みんなもどんどん書き込みして反省して、うん、また来年頑張ろうという一緒にね、頑張ろうという気持ちになってほしいです。あと、サマランチもね、今日で今年は最後になるから、ね、そうですね、うん、まあこのおつさまランチでいろんな経験を、今年1年間もねさせてもらいましたけど、そうしてきた。なんかもういろんな人と、なんだっけ、最初の頃はすごいね、ミュージシャンの方とかと一緒にセッションとかもあったし、うんうん、ガンダラとかでもね、うん、やったじゃないですか、うんうん、あとは湘南、ああやりましたね、湘南ね、いろんなとこでやったよね、うん、だからまたなんか来年もね、そのいろんなアーティストのね、先輩の方々とか呼んで、うん、一緒にやりたいなとかね、うん、そういう風に経験としてやれたらいいと思うし、うん、また皆さんがね集まって公開な的な形で、うん、まあやれたらまた皆さんもこう違う感じでまた面白いみたいな、うんうん、バングさんもね今来てくださいました。ありがとうございます。レイナはどうでしたか、1年間。なんだろうね、私は特にドンっていう大きなことはなかったけど、うん、はいはいはい、さっき考えたら20歳になったことが一番の今年のイベントだったかなって思って、うん、まあね、イベントだった、イベントっていうか、まあなんかその特に変わったことは、そう、特に変わったことというかそのぐらいかなって、うん、他にはなかったですか。他にはあんまないんだよねいやレコーディングもしたじゃないですか。あ、まあね、レコーディングもしたんだけど、うん、うん、なんかね、でも一番は20歳になったこと、うん、だってお酒も飲めるようになったし、そうだね、だいぶ変わりますよね、うん、環境が全く変わってくるから、うん、それが一番だと思うな。いや、まあ見た目もちょっとなんか大人っぽくなったし。ねえ、最近言われるんですよ。どうしよう。自分で言ってる。なんかね、最近ね、うん、最近ね、なんか、はい、久しぶりに見た人とかも、うん、大人っぽくなったねって言うんですよ。それは二十歳だからって前置きした上で、それは。じゃなくて。じゃなくてですか。うん、でも、うん、その大人、さ、レイナって大人っぽくなったよね。うん、あれ何歳の18だっけとか言われるんだけど全然そう大人っぽくないじゃん、ね、そうだからその私の中での大人の基準が低いだけで、ああけどだいぶ画面越しでも変わった気がするけどね、本当に見た感じ最初にやった時よりもちょっとなんか、うん、雰囲気変わりました、うん、最初から見てる人とかは気づいてるかもしれない、最初はもっとこう幼かった気がしますよね、うん、ただね、うん、髪の毛下ろしてるといいんですけど、はい、2つに弱いちゃうとダメなんですよ。あ、そうやね、うん、こうツインテールとかにするね、そうそうそう、しちゃうとちょっとアウトなんですけど、そんな感じでしたね。来年はどうしますか。その来年はね、うん、あれだね、とりあえずブライトンをみんなに知ってもらいたい、ね、はい、はい、まずそれが大事で、うん、ライブもやりまして、そういう音楽関係で、うん、なんかすごい変わったことっていうか変わりたい、自分自身が、うん、今さほら誰も知らないじゃん、まだね、僕たちのことは。そうだからもうドカーンって、何人ぐらいね知ってもらえるかもうね
自分たちでも目標立ててやるのもいいと思いますし、ギターもね、うん、もう最近もずっと練習してるじゃないですか、うん、だいぶもうギターの腕もちょっと上がってきましたよね。ね、ギターも今年でだいぶ上手くなったんじゃないかなって思う。リズムが取れるようになってきて、なんかそのあれじゃない、そのレイナがこう番組の中でこうギターやってる人とか向けて、うん、こういうのいいよみたいな、レイナが紹介するのもちょっとありかもしれないです。あ、そうだね、うん、あ、そう、お父様ランチのコーナーも少しずつ来年変えたいです。そう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 、僕が今こうねギターのいろいろこうコーナーとかね紹介したりとかしてますけど、うん、レイナもレイナでこうギターもねやってるんで、2人でやるっていうのもいいと思いますし、そうそう、あと今流星さんが来てくださいました。お、ありがとうございます、はい、今年最後の放送もよろしくお願いします。お願いします、はい、あとね、私もう一個思い出した、はい、来年は深夜さんのことをシンと呼べ、うん、今呼べよ今呼んでよじゃあダメなんだよね、なんかもう慣れちゃって、うん、出ちゃうんだよね、嫌がなんでだろうね。いや、わかんない、なんでだろう。でもたまに、うん、私も、うん、レイチョさ、レイナさみたいなこと言われるときありますよね。あ、まだ抜け切れてないとこあるけど、だいぶでもちゃんと言い返すからすごいと思う。ああ、そう、そう言い直して、うん、言っちゃったときに癖つけないのね、うん、そう、皆さんもこうレイチョじゃなくてもうレイナでこうね、そうそう、統一してもらえるとブライトのレイナってことで、もうほんとすごい、私なんてシンヤさんって言った後に、うん、あーと思ってもう言い直さないからねもう何回言い直すためになる、もう何回も何回もなるんだよね。そう、うん、ダメなんだよ、なんか でどうですか、来年は、あ、今年どうですか。もう今年はとにかくね、うん、ずっとほらバンドをやってきたから、うん、ある意味こういう形の経験はもうほんと初めてで、うん、皆さんとこうチャットで話すこと自体がまずそもそも、うん、そうだよねまずなかなか、ね、去年からもうやってましたけど、もう全然慣れてなかったのはありますけどね、うんうん、けど思ったらやっぱり人がすごい増えてくれたのが良かったですね、うんうん、チャッターの皆さんが、だって今年の去年の12月と今の12月比べたら明らかにこう数が違いますもん。そうだね、うん、全然もうみんなが書き込んでくれるからこっちが楽になったっていうのもあるし、はいはい、自分たちでちゃんと喋れるようになってきたっていう、だいぶね、けどまあ皆さん助けもあってですけどね、うんうん、だから来年は本当にこのおつさまランチのこのチャッターの書き込みも、うん、さらに増えるっていうか、うんうん、そういう風にしていきたいなって思いますよね、うん、それは思う。でほらなんかこうね、おつまランチのチャッターさんってすごいみんなほら優しいからさ、こうチャッターさん同士で挨拶するじゃん、うん、皆さんこんにちはみたいな、うんうん、そういうのがすごい新鮮でしたね。あ、チャッターさん同士でこういう挨拶するんだと思って。ああ、なるほどね、うん、そういう風に仲がね深まってくれたらすごくいいなって。で気づいたらさ、うん、アメブロの中でチャッターさん同士が繋がってたりするんだよ。あ、はいはいはい、でここではだけじゃなくて、ここだけじゃなくて他のところでもね、そうそういうのがあってびっくりしました、うんうん、そういうのがあってなんか、あ、この番組やってよかったのかなっていうのはありますね。来年はそれがもっと広くなって、まあ、みんながねブライトンっていう名前をこうどんどん表に出してくれれば、うん、一緒にね、バングさんもブライトンってハングルで書いてくれる、はい、ほうほうほう、嬉しいですね、うん、これで韓国にも広がってくれる、そう、はい、韓国にもなんかブライなんかバングさんがなんか来日しないみたいな話が、あーねあれ、ま、もしかしたらもしかしたらってのはありますけど、うん、まあね、もう日本も楽しいとこですよ、うん、ぜひぜひ遊びに来てください。僕は逆で僕ともね韓国行ってみたいですけど、うん、行ったことないんでね、まず。そうですね、行ってみたい。ビーポップさんが、はい、来てくれました、はい、おはようございます。おはようございます、ありがとうございます。あとはですね、まあ、ちょうど先週ですか、クリスマスでしたよね。ああ、そうでした。どうでした、クリスマス。いやもうクリスマス大変でしたよ。何してました。いやもうね、カップル見てたんです、ずっとどこで、どこで。渋谷で。あ、渋谷、あ、そっか、渋谷にいたんですか。そう、渋谷にずっといたんですけど、うん、いややっぱりね、クリスマスになるといつもの曲がね、なって流れ始めて、ああ今年も冬だなと思いながら。 それでね、サンタさんいっぱいいましたよね、渋谷。あ、いました、いました。テレビで見てたんですけど、うんうん、バイクでサンタさんの大群、うん、そうなの。いたバイクに乗ったキラキラしたやつがボーって言って、わあ渋谷行きたかったなってちょっと思った。なんかみんなサンタの格好して歩いてるみたいな。俺来年のクリスマスはなんかね、できればブライトンとかでなんかサンタの衣装着てライブやりたいな、うん。あー、なるほどねありますもんね、クリスマスライブみたいな。そうそう、でうちらがサンタのコスプレしたまま客さんになんかこうその日だけのプレゼントあげるとか、うんうん、そういうのあるとすごくいいんじゃないかな。いいかも、いいね。まあ、バングさんまだケーキが半分じゃ残ってます。おー、私全部食べちゃいました。いいね、いいね。逆に言ったからクリスマスライブ、アキーさんもクリスマスライブ楽しみになってます、うんうん、今年はなかったんで来年はね、なんかその季節ごとにあーやりたいね、なんかそういうイベントごとで
やるのいいかなって、そう企画してさ、あのそしたらほら皆さんも喜ぶじゃん、来る理由もあるし、うん、そういうのもあの来年は活動の一環としていろいろやりたいなと思うし、とにかくもう来年はね、うちらの活動をメインで本当それ頑張りたいなとは、本当にそれだよね、本当に本当にそういう意味でね、また皆さんと一緒にこの番組通して、ね、大きくなっていけたらなと思いまして、うん、はい、まあ、そういう感じですかね。皆さんもね、どしどしあのこれからの抱負とかも書いてくださいね。結構みんなね、クリスマス何してたのって聞いたらね、うん、あれ家でパーティーやってたとか、羨ましいねやってたとか言ってた。あとね、びっくり、クリスマスプレゼントにねギター買ってもらった人も結構いたんだよね。あ、そうなんだ。そう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 、高校生とかで、うんうんうん、まあ、サンタさんに何頼むっていう風に、うん、な感じの流れで、うん、なんかギター買ったっていう人が結構数人いたんだよね。へえ、そうなんだ。おー、いいな、いいなって感じ。いいね、クリスマスにプレゼントでギターっていうのは最高なプレゼント。最高なプレゼントです。でも結構高いけどね。高いけどね、誕生日プレゼント並みに高いけど、初心者セットとかだったら1万円ぐらい売ってますけど、うん、まあそこそこいいのだとね 4,5 万ぐらいしますから、うん、なかなか手が出ないんですけどね、うん、アッキーさん、いっぱいライブやってください。はい、いやもうこちらこそ頑張りますよ、僕たちは。来てください。はい、でブライトンクリスマスライブ、お正月だよブライトン、ブライトン冬の陣などなどすごい、あとタイトル ね、うんうん、そうそうそう、最初のライブ僕たちあのペアって名前にしましたからね、うん、あのファーストライブの名前ペア、そうそうそう、あれシャープ001って付いてるんですよね、うん、そう、あちゃんのシャープにも意味があるんですよ。そうそうそう、あのシャープってこう一個一個上がっていくっていう意味だから、うんうん、そういう意味でこうシャープが増えていくごとにこう上がっていけばいいなって名前で必ずこの番号を振ったんですけどね、うん、そういうところもちょっと気づいてもらえたら、ちゃんと意味があるね、はい、あとマミーさん、こんにちはって言います。はい、マミーさんですね、こんにちは、ありがとうございます、見てくれてます。はい、アメブロの人かな、多分ね、嬉しいですね、はい、こう見てくれるのは、はい、もうこういうふうに毎週やっておりますね。そうそう、今ちょうどほら先日かな、あの、うん、学生さんとかは、うん、冬休みに、あ、そうだそうだ、そうなんですよ、入ったんですよ皆さん。だから学生さんとかはもうこの時期だけあのこの放送見れるっていう人も、そうですね、じゃあそのギターを買った人とかね、うん、ぜひ見てほしい、ね、見てほしいし、あとこの番組にほらあの生で参加している人だけが、実際に当たる権利がある、そのなんかクイズがあるんですよ、うん、クイズのコーナーがあって、それに参加していただけると、それで正解すると実際にあの写真をね、うん、毎週実際にお送りするっていうのもやってるので、うん、あのマミさんもよかったらあの参加してですね、はい、あの写真ゲットしていただけたらなと思います。はい、こういう感じでちょっとまた新しい人が一人入ってくれるのは嬉しいですね。はい、はい、多分アメブロの人だと思うんだけどね、うん、はい、入ってきました。そうなんですよ、いつもコメントしてくださるんですよ。嬉しい、嬉しいですね。はい、まあ、今年は今日で最後だけどね、まだ来年もずっと続くので、うん、毎週木曜12時から、はい、来年は多分10日からね。そうです、来年は3日はお休みで10日からなので、うん、はい、あと、まあ、もう少しは紅白なんですけど、あ、そうです、この前はあれであのプリンセスプリンスっていうバンドが、うんうん、あの東京ドームで公演になって見ました。あの女性バンドとしては初めてらしいですね。あ、そうなんですか。そう、意外と、そうなんだ。そうそう、女性ボーカルとかあるんだけど、うん、ソロとかね、女性のだけのバンド、そのガールズバンドで東京ドームで公演やったのは実はプリプリがこの前初めてだったらしいです。すごい。でまあ、その活動に幕を下ろすみたいな感じで、うん、まあ、本当の解散って形で、うん、今年年内だけの活動だったんで、まあ、その紅白も出るんですけど、うん、実際のライブ活動はこの前の東京ドームで終了という形で、うん、いやなんか最近ね、その東京ドームをまたやるバンドさんが、バンドさんですが、まあね、あのバンドもアーティストも結構増えてきて、うん、ファンキーモンキーベイビーズも来年東京ドームで解散するんですけど、うん、あ、そっか、一番最後のライブで。そうなんですよ。あ、ビーポップさんが生き物係、赤組の鳥なんだ。そうなんだ、そうなんだ。な、若手が鳥やるってなかなかないよね。ね、うん、いつも大御所じゃないですか。そう、いつもは誰だっけ。海外は和田アキ子さんとか、そか、まあ、北島三郎さんとか、うん、そういうの結構若手が鳥を務めるっていいですね、うん、ちょうどあのオリンピックの、ね、曲もあの生き物係は今年テーマソングやってましたから。なんかでも紅白もどんどん変わってきますよね。変わってきましたね、だいぶ。ロック流星さん、お二人は2012年に出た音楽の中で一番ハマった曲とかありますか。ちなみに俺はアジカン以外だと桃色クローバー Z のさらば愛しき悲しみたちにハマりました。へ、ね、全然違うジャンルだね、流星さんのハマったやつは。ね、桃黒もね、本当に一気に
大躍進しましたから。ももクロすごいハマった。でもハマった、すごいハマった。一時期カラオケでそればっか歌ってた、うん、あ歌が歌そればっかり。だってももクロも出るでしょ確か紅白ね。そうですね、まあ、そういう新しいアーティストが出てきてくれるのは嬉しいですし、僕なん一番ハマったの何曲でですか。うん、そう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 。え、なんだろうな。え、ももクロの中でってこと。いやいや、その今回今年自分たちが出会った曲の中で、今年出会った曲の中でか、うん、いやなんだろうな。でもずっと聴いてたのは、うん、Call Me Baby って曲知ってます。なんだろうそれ。カーリーなんとか、カーリーなんとか、海外の曲ですよ、はい、はいはいはい。 Call Me Baby っていう歌があって、はい、もうずっと流れてるんですよどこのお店行っても、うん、でそれを私もダウンロードして、うん、iPhone でずっと聴いてたんですけど、ほう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 、もう多分ね1000回ぐらい。そんなにハマった。だってもうリピートずっとリピートしてて、どこに移動するにもずっとそれ流れっぱなしで、けどそれ初めてここで言ったね、一番ハマったやつ。一番ハマった。でも、うん、あんまりその何なんていうのバンドとかそういう系の曲じゃないから。あ、そうなの。そう、全然違う曲。あ、そうそうそう、カーリーレイジェプセン。レイジェプセン、へえ、女性ですか。そう、女性です。ジャスティン・ビーバーが、うん、たまたま自分が車に乗ってる時にラジオから流れた曲がそれで、うん、全然その時流行ってなくて誰も知らないマイナーな感じの子だったんだけど、はいはい、ジャスティン・ビーバーがそれを聞いて、おこの子はいいと思って、はい、自分のレーベル持ってるんですけど、はいはいはい、ジャスティン・ビーバーっていう、はいはいはい、そこに入れたんですよ彼女。へー、それでツイッターでこの子最高みたいなのをジャスティン・ビーバーがツイートしたら、うん、一気にこの子がドーンって。へー、なんかすごい、なんかアメリカンドリームみたいな話ですね。そう、本当にそうなんです。そういうのがあんだ。そう、全く無名だったんですけど、うん、その1日で一気に有名になっちゃった。有名になっちゃったね。ちょっとうちらも取り上げてられるような本当ジャスティン・ビーバーにお願いしよう。いや全然ジャンル違うよね、大丈夫かな大丈夫だと思う。ブライトンで言っとけば分かるかな、うん、本当に本当にジャスティン・ビーバーにツイートされたらもうこっちのもんですよ、うん、こっちはなかなかないと思うよねないよね、ないんだけどね。いや、そうか、そういうのが俺初めて知ったな、それは。そうなんですよ。僕は何ですかね、僕はそうだな、最近ハマっ、やっぱ一番聞いたのは、うん、僕のやっぱルーツでもあるんですけど、でスラッシュっていう、ね、ギタリストがいるんですよ、うんうん、でその人がね、そのソロで出したアルバムがあるんですけど、それがめっちゃかっこよすぎて、うんうん、ずっと聞いてました。ギターのソロをずっと聞いてた。あ、そう、ギターのもともとソロでデビューじゃないけど、もともとバンドやってて、うん、抜けてその人はギタリストだったんですけど、まあソロで自分の名義でやるっていう、うんうん、なるほど。それで出したんですけど、そのアルバムがねかっこよすぎて、やっぱりね来年その来るんですよ、オズフェストに。へえ、来年5月にね、そのジョーズボンって人が実際にそのイベントやるんですけど、うん、そこに来るってこともあって、もう絶対見に行こう。え、見に行くんですか。見に行きます、5月ですから。そうなん、うん、いいの。それはすごくハマりますよ、うん、もうギター好きだったら、うん、もうかなりの確率でかっけえと思うんじゃないかなっていう、すごく名アルバムなんで、うん、でぜひね聴いてみてください。スラッシュって名前で検索したらすぐ出てくると思う。スラッシュ、はい。あとバングさん YouTube で FNS のユイのボサバージョンを見て横田コースギターを弾く人素敵でした。あ、多分押尾幸太郎のことですね。あ、そっかそっか、うん、すごくこれも有名な、ね、日本人のアーティストなんですけど、主にこうエレキギターじゃなくてアコースティックギターで弾いてるんですよ、うん、でそれその普通に弾くだけじゃなくて、うん、パーカッションもギターでやっちゃうっていうところで、うん、すごくね有名ですよその方も。押尾幸太郎って名前で検索したら、なんか弾いてるように見えないんですよ。見えないんですよね。叩いてるみたいな。そう、叩いてる感じに見える。叩きながら弾いてるっていう、すごい高等的にめちゃくちゃ難しいです。うん、あとしばらく前にニルバーナ再開をしたが、ポール・マッカートニーがカート・コバーンの代わりにボーカルとして参加しました。へえ、そうなんだ。今年最高のサプライズだって。うーん、ビートルズとニルバーナ、はいはいはい、すごいコラボだね。なんかね、実際に今回そのニルバーナの、ね、ドラム叩いてる人がいるんですけど、うん、デイブ・グロールって人が、うん、その人のソロアルバム、あ、その人が組んでるフーファイターズっていうバンドの、うん、新しいアルバムにそのニルバーナのベースさんが参加してるんですよね、うん、それでまたこうちょっとつながったっていうか、うん、一時期揉めてたんですけど、またこうまたつながって、うん、そう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 、ニルバーナとかね結構皆さん知ってますね。ビートルズとニルバーナ、なか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 な組み合わせですけど、うん、うん、
あとは結構ほらオリンピックもあってあのポール・マッカートニーがよく歌ってましたよね。ああそうですね、うん、あの時のポール・マッカートニーめっちゃかっこよかったよね、うん、ヘイ・ジュード歌ったんだっけ、うん、そうそうそう、あれは結構ね感動的でしたけど、まあ、そういうのもいろいろありながら2013年もねなんかいろいろそういう音楽的に面白いことがいっぱいあるといいですけどね、うんうん、でそういうのも注目していきながら、番組でもね紹介できればいいかなと思います、うん、はい、ということで、今週はですね、最後ということでですね、僕のまたおすすめのアーティスト、これも知らない人結構いるんじゃないかな、おレイナも知らなかったよね。知らなかった、この曲は知ってるかもしれないね。真の聞かせに死ねるか、イエイ、はい、はい、ということでですね、うん、今週ご紹介しますシータタで、ね、何回か出たことあるんですけど、ご紹介しますのはこちらでございます。ドドン、はい、このポーズですね。これすごく有名なジャケットですよ、うん、あの知ってる人はすごく知ってます、レイジアゲインストザマシーンという長い名前もうレイジというふうに呼ばれてますね。あのご存知でしょうか。これね、最近またこう活動再開したんですけど、言ったら90年代のね初頭に活躍したバンドさんなんですけど、うん、結構この人たちがね出てきたことで時代が変わったっていうぐらい、うん、最近のその要は、世界中でね流行ってるその激しいロックな音楽とかっていうのは、うん、結構この人たちが出てきたことでもうガラリと変わってる。今その礎じゃないんですけど、うん、年代年代によっていろいろこうロックの、ね、こう形って変わっていくんです。パンクロックだったりハードロックだったりメタルだったりっていうところで、まあ、90年代に入ってきてこの人たちがその一つの形をまた新しい形を作ったんです、ロックの。それが結構ね今でもその形がスタイルが続いてるっていうか。でね、メンバーさんが特にそのバンドの特徴としてはそのラウドロックにラップっていうのを入れるっていうのは、あ、ラップが入ってるんですか。当時はなかったんですよラップが。そうそう、そういう激しい音楽に言ったら当時だったのは激しい音楽に対してなんかこうスピードが速くてとりあえずハイトーンなボーカルっていうのがなんか世間のロックなイメージだったりとかしたんですけどね。なんかそれがそのスピードをもっと落としてなんていうかその歌じゃなくてラップを入れるっていう、うん、でそういうのを取り込んで結構爆発的にヒット出したのがこの人たちなんですね。そうそう、それまでなかったんです、スタイル的には。そうそうそう。で、まあ、いろんな呼ばれ方されてますけど、その、まあ、言ってることもすごくね政治的なメッセージが強いんですよ、うん、ラップってこうほらなんていうかな、まあ、今のそういう日本の中でラップとかっていうと結構こう恋愛のものをこう言ったりするんですけど、この人はもう完全政治的なメッセージが強くて、うん、言ったらこのアメリカのバンドなんですけど、アメリカの政治にものすごいこう抵抗するみたいな、うんうんうん、でそのギタリストさんがねトム・モレロっていうギタリストなんですけど、うん、これもまたすごい有名なギタリストなんで、へー、ギターの音で何でも出しちゃうっていう。本当だ、バングさんがギターで DJ のスクラッチ音を出すのがすごく素敵です。それまでねなかったんですよ、そういうことをギターでやるっていう人が。これが出るんですか。そう、できます。これですか。それだけじゃなくてすごいサイレントも出すんですよギターで。そう、なんかこう、まあ、ぶっちゃけねどうやってやってるかもうあんまりよく分かってないんですよこの人も。なんかそのやり方を教えてくれないんですか。秘密なのかな。特殊なエフェクター何個もこう使って、うん、あとなんかここについてる機械とかをいろいろいじったりして、うん、そういう効果音を出すんですよ。リフもものすごいね名リフをいっぱい生んでるんですけど、うん、それだけじゃなくてそのギターでこんな音出しちゃうんだっていう、うん、そういうなんか発想力が今までのギタリストもないっていう。スクラッチ音聞いてみたいわ。いや本当スクラッチ音だよ。キュ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 。だからこれ出せないけどこういうのをこすってもっとこうエフェクトかけてもっとこうスクラッチっぽい。あ、でもちょっと近い音は出るよね。出るんだけど、うん、あとこういうこういう音をいろいろ加工して、うんうん、その曲に、ま、混ぜて今まで聞いたことなかったようなロックサウンドを作った人ですね。そのトム・モレロって人もその普通のギタリストじゃなくてもともとねハーバード大学っていうところ、うんうん、世界のトップクラスの大学があるんですけど、うん、そのハーバード大学をトップで卒業してる人なんですよ。すごい。で議員さんの秘書とかやってたんですよ。じゃあめっちゃ頭いいんですね。もう超秀才っす。あ、だからギターをそう いじったりとかいじったり、まあまあ、そういうのがあんのかな、うん、そういうね議員さんの秘書とかやったりとかして全然ロックアーティストのなんか
バックグラウンドとしては全然違うところから出てきてる人なんですけど、だからこそなんかねこう政治的なメッセージも強くて、それがものすごい若者に受けて、あのアメリカでもう一気に火がついたんですね。へえ、うん、すごい。そうだからあのね、あの K-1 とかのテーマソングとか今使われてますね、この人たちの曲。あ、じゃあ多分聞いたことあるの、うん、多分ね、大晦日がもうすぐじゃん、うん、で大抵年末になると格闘技の番組あるでしょ、うん、で必ずねその格闘技の番組とかやるとイントロでそれが流れるんですよ、この曲とか。この曲とか結構流れるんで、まあ、聞いたことあるかもしれないです、ね、絶対聞いたことあるわ、うん。お、醤油ラーメンさんが来てくれました、うんうんうん、はい、こんにちは、ありがとうございます。もうね、ライブとかもぜひ見てほしい。ライブね、ライブじゃないんですよ、暴動。え、今はもうあれなんですか、おじさん。結構おじさん、結構おじさん、うん。だけどね、もう 今でもパワー感はすごいです。あのライブ起きたらもう暴動ぐらいな勢いでみんな暴れまくるんで結構何回もコンサート中止になってるんですよね。え、中止なんですか。それダメじゃないですか。それぐらいすごいです。へえ、うん。でも楽しそうですね。頭振る感じとまた違うんですけど、うん、みんながぶつかり合う感じ。あ、そう、そういうあのモッシュのもう一番マックスな感じ。危ない、危ないです、マジで。本当怪我します。怪我にマジ出るからね。やだ、うん、あ、そういう意味でもね、でもそういうとこ一回行ってみたいんですよね、私。確実にあの死んじゃうよ、本当に。潰される、潰される、潰される。満員電車でも結構潰されてるんだけど。あんなもんじゃないの。人がぶつかり合うから。マジか。そういうね、激しさもね、ライブ見てると興奮するんですよ。だから多分格闘技とかに合うと思うんですよね。ああ、うん、なるほどね。そういう勢いがね。そう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 。でも行ってみたい。私負けない気がするわ。いや、完全に潰されると思う。絶対ライブ見た瞬間にやめた方がいいと思う。そう、見たいな、うん、ちょっと見てみよう。後で、レイジアゲンスマシン、これ多分長いと思うんで、多分頭のレイジだけ入れても多分大丈夫だと思います。で、このアルバムが、ザ・バトル・オブ・ロサンゼルスっていう。これもすごい名盤で。もうバトルって入ってるもんね。そう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 。もうあの 国に相手に戦ってやるっていうぐらいの、うんうん、もう本当にメッセージ色が強いやつなんで。なるほど。一回聞いてみたらどうかなと。じゃあちょっとそのメッセージ性もね、見てみたいね。そのとんでもないこと言ってると思うよ。ね、ちょっとその和訳を見てみたいなって思う。だからぜひね、これちょっとね、見てほしいです、うん、すごくかっこいいんで、ぜひこのレイジ・アゲンスト・ザ・マシンを今週お届けしますので、ぜひ聞いてみてくださいということで、真の聞かずに死ねるかでした。はい、はい、ということでですね、これをちょっと用いてですね、今週最後なんで、うん、ちょっと皆さんいっぱい当たるようにちょっと知ったたをやっちゃおうかなと。で、初めての方もね、はい、さっきのマミーさんしかり初めての方もいるんで、3問ぐらいちょっとね、皆さんに、もうクリスマスプレゼント終わっちゃいましたけど、ちょっと早いお年玉みたいな感じで、お年玉のクリスマス&みたいな感じですね、はいはい、ちょっとやろうかなと思うのですが、はい、で今からですね、このレイナにこの CD をですね、何枚かあるうちの1枚だけ選んでもらって、それを見ないように叩きますので、どの CD を叩いてるのかっていうのを当てるクイズでございます。はい、すごく至って簡単でございます。はい、じゃあ大丈夫ですかね。はい、シータタ1周年、そう1周年ね、シータタも1周年だね。あ、そっか、うん、いろんなアーティスト特集しましたが、じゃあこの3枚の中から私が選んで叩くので当ててください。はい、まずはレイジで大丈夫です。はい、レイジとニッケルバック、はい、世界一のセクシーボイス、はい、ニッケルバックと、あとはこれは何ですっけ、テイラースイフト、テイラースイフトの3枚です。はい、はい、じゃあこの3枚から選びたいと思います。これね、結構またそれぞれ個性が違いますので、そうですね、今年最後ですから、もう最後に、ね、当てて気持ちよく、はい、新年を迎えられたらなと。はい、では行きます。はい、いやー、だいぶちょっと立って弾きたくなるね、これは。お座ってじゃ弾けない。座って聞くもんじゃないぞ、これは。なるほどね、うん。お、1回目のエントリー、レイジ・ニッケルバック・テイラーと書いてくれました。うん、ありがとうございます。今のこのガンガンこの胸にくる感じ、お腹にくる感じかな、うんうん、これをね、感じてほしいです、ね、皆さん、うん、画面の向こう上で OK かな。はい、OK、じゃあ今でからですね、はい、1分間の間に、はい、この今からピーポップさんがね、書いてくれました1回目のエントリーを。で、この1回目のエントリーのこの中で用意スタートで1分間の間に答えてもらえれば OK です。はい、でこれが正解者が複数いた場合は、その中から1名様のみ、割り箸くじを使って1名様に絞るという、その方に写真をプレゼントという感じになります。はい、はい、ではいきます。用意スタート。ではですね、今聞こえた
もうこの曲だっていうもう分かった時点で、その今書いてくださってるエントリーの中から、はい、これだっても書いていただければなと思います、うん、なんかしんやさんあれですね、はい、顔が若くなりましたね、はい、いや若く逆に俺老けたと思います。え嘘、うん、画面で見てすごい若くなったと思ういやそうですかね今年1年で一番若いなんでなんか褒められてるのがよく分からないんだけど何その生っていや褒めてますよ。なんか若くなった気がします。そうですかね、うん、なんか前の方僕若かったような気がしないでも。いや前はね、はい、あのね髪の毛もじゃもじゃで、ああダメでしたあれ、うん、今すごい若いですよなんかそうですかね。僕もうねそろそろこんなね結構年齢差ありますからね。僕もそうですよね言われてみればねだって年齢差なかったら多分絶対しんやさん呼んでないでしょ。呼んでないか。でしょ多分、うん、22ぐらいだったら多分そんな呼んでないよね多分。そうですね多分そういうのもあると思うんじゃない。うんそうか、うん、いやでもなんかそんな感じないんですよね年齢差なんかこれためぐらいな感じ。そう馴染みやすいって言ったらいい、はい、いい言い方になるけど。あこの長所でございますんで。そう長所馴染みやすい。皆さんニッケルバックが多いけどバングさんだけ逆に。お坊さんになればより幼く、ああそればってことですか、うん、いやー僕絶対似合わないですよ。坊主が嫌で僕あそう野球部やめたんですから、ね、坊主なんかやってられるかっつって、うん、なんか変なロック魂じゃないけど、うん、長髪でなんぼだっていう感じだったんで、うんうん、でも結構ロックで坊主な人いますよね。いるかな。いない。なんかすごいロックって、うん、頭坊主でピアスめっちゃ開けてる。ああまあいるけど、うん、あれ坊主っていう風に入るのかな。入んないのか。なんか外国人の坊主とさ日本人の坊主ちょっと違わない。そうだね。それは確かにそうかも、ね、なんか感じ違うよね。そっか、うん、日本人なんか不利だよね。そうちょっと不利だと思います。ねその音楽のことに関してとかやっぱり向こうの方は顔のねパーツがすごくはっきりしてるんで、うん、なんか坊主にしてもなんか全然こう違和感感じないんだけど。そうそうそうかっこいいのね、うん、なんでだろう。リュウセさんもレイジーって言われてますね。チューチュートレインのボーカルって誰だ。あ分かったあれじゃない。うん、エグザイルのアツシとかじゃない。ああ高広じゃなくて坊主だから。あ坊主なのかな。でも最近髪の毛生やしてたんですよね。そう見ました。最近よく出るんですけど普通に髪の毛生えてるとおかしいけど伸びてるんですけど。そう昔はよくこういう反り込みみたいなのね生えててあったんですけど、うん、あれかけどレイナが一回なんか反り込み入れたいって言ってたよね。入れたい。いやもう全部剃っちゃえって感じだけど。そう木村カエラさんみたいな感じにしたいみたいなのありましたけど、うん、やりたいんですよ。あれある女優さんに宇宙一わかりやすいコードブックプレゼントしました。 ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうブログに書いてありました。私のゴーゴーギターの話と、うんうん、あとしんやさんのその、ありがとうございます。プレゼントなんかギターを始めた。あ本当ですか。新しくていやいや嬉しい限りですね。嬉しいです、ね、そうそうそう僕の中ではこれを出したのが一番でかいんですよね。そうだよね忘れてるじゃん。忘れてませんよ僕じゃあるから、ね、そうそう1分前ですかね、うん、じゃあ10秒前からいきますんで、はい、じゃあ10秒前9、8、7、65、4、3、2、1終了。はい、はい、ということでじゃあ正解発表いきたいと思います。はいじゃあレイナが伝えた CD はこちら。じゃん、はい、レイジーでした。はいということで、2人いた気がしますね。お2人かってことはお本当だバングさん。はいと1番バングさんですか。はいで流星さんですね。2番が流星さんですね、はい、はい。じゃあこのお二方、はい、お二方です。では今からですねお二方だけこの割り箸に番号がついておりまして、うん、でこの番号を引き当てた方がですね、2番がありませんね。はい、ありましたね。ありました。落ちちゃいましたけど。ではですね今からじゃあこの2名、うん、はい。じゃあレナにねこれ最後ですので、はい、はい、ではいきます。じゃらららららららん。 お2番です。2番ということで流星さんが取りましたね、はい、おめでとうございます。流星さんおめでとうございます。はい今年最後ですが、はい、音様アットマークジェンコー -a.com、うん、こちらに、ハンドルネームを入れてメールを送ってください。
メールをいただきましたら、こちらからですね、特典のキーワードを繰り返しますので、そのキーワードが届きましたら番組終了までにこのチャット上にそのキーワードを書いてください。お願いします。お願いします。はい、ということでこういう感じのルールでございます。はい、なので今見ててまだ書き込みしてない学生さんの方もね、初めましての方もどんどん書き込んじゃって構わないので全然 OK ですよ。はい、ということで今の、レイジは外しまして、次はこれ先週も出しましたけど、フーバスタンド、これもね僕めっちゃ今年聞いた、これ久しぶりのアルバムだったんでね、私もこれは教えてもらってから曲聴いてます、うん、結構これねおすすめですよ。僕日本でもね昔ビールの CM でジャストワンっていう曲があって使われてたんですけど、あの曲すごい好き、メロディーがすごいかっこいいです。これもね日本でサマソニとかで来たのがあるんですけど、めちゃくちゃ盛り上がります。ほんと超かっこいいですよね、うん、ジャストワン絶対聴いてほしい、絶対聴いてください。これはアルバムには入ってないですけど、うん、リーズンってアルバムがめちゃくちゃ売れて、うん、そのアルバムにも入ってますので、うん、ぜひねおすすめですので聴いてみてください、うん、はい、これを入れてまた3枚の中からやりたいと思いますので、じゃあそのフーガスタンクとニッケルバックとテイラースイフトの3枚でいきます、はい、でははい、これで、はい、ではいきます。うんうんうん、これも結構俺は立って聞いて、まあ、やりたいね。うん、これ実際昔やったことあるんですけどね。あるんですか。かっこいいんですよやっぱり、ね、それバンドで、バンドでね、おー、うん、コピーな感じでやったの。そうギター1本で弾ける曲も多いからね、うんうん、だから僕前やってたバンドは一人だったね、ギターが、うん、なんか練習用でよくやってました。へー、このなんか疾走感のあるっていうか、うん、このガンガン来る感じいいですよね、うん、はい、でこれもですね今から1分間ですね、流れて曲をみんな感じ取ってもらって1分間の間に答えを書いていただきます。いいですかね。はい、はい、じゃあいきます。じゃあ用意スタート。分かったかな、うん、初めましての方もねこれどんどん書いちゃってください。はい、あとはですね、皆さんもうどんどん書いちゃって構わないですよ。これ最後ですから今年、はい、今年最後の写真ゲット。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。お、これは、スネークキラー。スネークキラー。文字化けしてわからない。ね、なんかぐちゃぐちゃってなってます、ね。原稿さんズラのロッカーいますか。ズラのロッカーはあれさすがにないかも。いないか。ズラのロッカー、まあいるかもしれないけどね。私じゃあやろうかな、ズラのロッカー。仮面とかいっぱいいますどう真面目な顔して質問されてどうですか、何やのズラってなって、全部剃って、あ、そういうカツラかぶって、うん、歌って最後にバーンって投げるみたいなどう毎回そう、結構その安くないよズラは。でそうなんだよねそうズラ高いんだよ、ドンキとか売ってるやつは1000円とかだけど、そうそこそこするやつは結構高いのよ。てかズラって言い方悪いよね、うん、ウィッグだよね。ウィッグ高いんだよね、うん、1個ロングで1個3万とかしますね。高いけどなんかほらいろいろ女優さんとかもやってたらそういうかぶったりする機会もあるの。あ、時代劇とかだと結構あるのかな。時代劇はもう高そうだよね、ああいうのね。原骨さんはジャストワンって来てます。フルバスタンクですね。そう、あとはうん、レイチェルはズラは似合わないよって似合わないか、はい、じゃあダメだな。醤油ラーメンさん今度こそニッケルバックだ、ビンポさんフルバースタンクします、マミーさんもフルバースタンクね、うん、もう一丁ニッケルバック、どれもかっこいいけどな、うん、どれもめちゃくちゃかっこいいです。本当全部かっこいいね。ここに取り上げたねこのアルバムもねもうやばいですから。私これ持ってますよこれすごいですよ。どの曲もめちゃかっこいいんで全部かっこいいし、うん、どうかっこいいかね表現しようって言われて難しいんだけど、声がとにかくもう本当ねワイルド でサウンドにすごく合ってるんで、うん、このアルバムもね聴いてほしいです。いいですかねじゃあ皆さん書いてくれたかな。じゃあ10秒前からいきます。はい、じゃあ10秒前いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、ということで正解発表いきます。ではですね第2問、レイナが叩いた CD はこちら、じゃん、
はい、フーバスタンクでした。はい、ということで結構これは正解者いらっしゃいますよ。はい、いますね。正解者は、お、間違えた。はい、その上にちょっと B ボックスさんの前はいるかな。にアッキーさんがですね。あ、アッキーさんに行ければっか。じゃあ B ボックスさんがですね。B ボックスさんがフーバスタンク、あとマミーさん。はい、初めて当たりましたね。初めて当たりましたね。そして、これは何だ？はい、ボトムズアップ。ボトムズアップって何だ？何だろう。匿名なのかな。匿名なのかな。で、あとはソーシャルストリームの方は原骨さんですね。原骨さん。3名様。リュウセさんから、キーワード来ました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、じゃこの3名様で。よろしいですかね。はい、じゃこの3名様でくじを引きます。はい、初めてのマミーさんも当たりましたので、はい、いきなり初めてで当たるかもしれないですけど、おお、じゃあいきます。はい、じゃらら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 ら、じゃんじゃん、でれん、1番。1番ということで B ポップさんですね。 B ポップさん、おめでとうございます。はい、では B ポップさん、こちら、はい、音様アットマークジェンコー -a.com、こちらにですね、ハンドルネームを入れて送ってください。で、送っていただきましたらこちらから特定のキーワードを繰り返しますので、そのキーワードが届きましたら番組終了までにこのキーワードを、チャット上に書いてください。お願いしま す, お願いします。はい、ということで残念、マミーさん初めて当たったんですが、はい、抽選で外れちゃった。大丈夫です。じゃあもう一問やりましょうか。もう一問、じゃあちょっと入れ替えますか。いいす、ね、どうしようかね。何枚かあるんですが、先週やった方にこれで入れますか。はい、じゃあさっき当ててない、はい、テイラー・スウィフトとニッケルバックと、うん、そしてもう一枚は、はい、もう一枚はシンプルプランですね。お、シンプルプラン、のこれこの前もやったんですけど、あ、そうですね、シータタでもありましたね、はい、シンプルプランと、はい、3枚でいきたいと思います。はい、ではいきます。こちらですね。はい、いきます。はい、じゃあまた、うん、またこのちょっとさっとは少し違う。いやー、この人ね、私声大好きなんですよ。メロディーがいいよね、今流れてるやつ感じも、うん、あとライブパフォーマンスもすごい、うん、かっこいいし、ね、かっこいいしね、一人でも全然、メンバーでもそうだし、一人でもすごく映えるというか、うんうん、だからこういうライブしたいなってちょっと思ったりもしますね。おー、だ結構ライブ映像見てます、感が結構落ちてますよ、うん、YouTube とかに載ったりするんで。そうそう、結構あるんですよ。大丈夫ですかね、うん、さっきとはちょっとサウンドの感じも違うんでね、うん、それちょっと聞いてもらえれば分かりやすいかと思います。はい、じゃあいきますよ、はい、よーい、スタート。また1分間でございます。はい、醤油ラーメンさん1って1ってなんだろう、1って来たけど、それは何の1なんだろう。はい、はい、分かった方は、今日はニッケルバックで、アッキーさんが、おー、ニッケルバック攻めですね、これは、はい、で、あとなんかまた、Hey, I just start a page とか書いてありますけど外国の方ですかね。 Can you follow me と、 Can you follow me と、私のもフォローしてください。あ、なるほど、アブリル・ラビーン入ってないです。入ってないですよどういうボケですか、これは、はい、あ、ビボさん合ってますよ、それで、はい、あ、シンプルプランですね。シンプルプラ ン, プラン、ニッケルバック、はい、テイラー・スウィフトです、はい、この3組です。マサさんはテイラー、はい、マミーさんもテイラー、はい、私はニッケルバックで、ということで醤油ラーメンさん、どんどん書き込んじゃってくださいね、うん、もうね、今年最後ですから、皆さん当てに行きましょう。はい、せっかくなんでね。結構やっぱこのコーナー通してさ、今まで知らなかったっていうアーティストさんも結構知ってもらえたんじゃないかね。ね、結構多分みんな覚えたっていうか、うん、これ音様ランチ出たっていうのが、ね、名前聞いたことあるっていうのはある。だって一回でも名前聞いとけば、テレビでチラッと映った時に、うん、あ、あれだってわかるもんね。そうそうそう、結構有名な方をね、あ、そうか、バングさん、そういう意味ね。アブリル・ラビーンの婚約者ね、ニッケルバックだ。あ、そういうことね。なるほどなるほど、はい、そうなんですね。ニッケルバック の, そのワイルドな声を出してるそのボーカルさんがですね、そう、アブリルとね、結婚したんだよね。元々ニッケルバックって兄弟やってるバンドですから、うんうん、あ、兄貴かな、弟がドラム叩いてるのかな。そうです、うん、ビボさんは
今年最後ファイトです、うん、はい、なんかみんなさいいよね、ジャスティン・ビーバーとセレーナ・ゴメスでしょ、うん、でテイラー・スウィフトと、うん、なんだっけ、テイラー・スウィフトとそのワンダイレクションの人、ワンダイレクションの人、はい、でニッケルバックの人とアブリラビンでしょ、はい、どれでもいいよね、みんなかいいカップル、ね、まあいいカップルですけど難しいと思いますよ、音楽同士の、まあね、音楽だとねこうぶつかり合うことが多いから、うん、ミポさん、オイラ紹介される人いつも全然知らないっていう。おー、じゃあ覚えてほしい。そう、覚えてほしいです。多分皆さんこれ知らないだろうっていうのを僕持ってきてるんで、うん、逆にね、それで俺これも好きだっていう風になってもらえるとねすごく嬉しいです。天骨さんはテイラーって、テイラーテイラー・スウィフトはあのグラミー賞とかにもね、あの今回のアルバムノミネートされましたから、いい曲ばっかり、はい、ということでね、ラストで、じゃあ10秒前からいきます。はい、じゃあ10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。ということで、はい、正解発表いきたいと思います、はい、正解発表はじゃん、テイラー・スウィフトでした。ってことで何名いらっしゃいますか、はい、また何名かいたような気がする、3名かな、いきましたね、ですね、マサさんかな、マサさん、マミーさん、はい、でゲンコツさん、ゲンコツさん、はい、の3名ですね。ほう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 、この3名ですか。じゃあですね、また3名なんで、1,2,ないですね、ありました、じゃあまたラスト問題かな、はいはい、じゃあこれ用意しましたので、じゃあこちらこの3組の中からいただきます、はい、いきます、うん、こっち、お3番、げんこつさんですね。げんこつさん、おめでとうございます。はい、ということでげんこつさん、こちらお父様、うん、アットマークジェンコー -a.com、 こちらにですねハンドルネームを入れて送ってください。ハンドルネームをいただきましたら、こちらが特定のキーワードをお返ししますので、そのキーワードが届きましたら番組終了までにチャット上にそのキーワードを書いてください。お願いします。お願いします。ということでマミーさん、残念、2問当たりましたが、ねね、でもすごい正解率がすごいですね、はい、耳がいいんですね、はい、マミーさんの耳がもうこれだっていう風に感じ取ってくれてたようです、はい、一応これね、あの毎週コーナーとしてやってますので、あのぜひね、学校がある時とか、あ、ない時とかね、うん、あの休みの時とかね、ぜひ聞いていただけたら、うん、これ毎週やってますので、もう次はまた当たるチャンスがありますので参加してみてくださいということで、シータのコーナーでした。ありがとうございました、はい、ということで最後ですね、一曲入魂のコーナーですが、はい、もう今週はですね、まあ、僕たちのもうライブもね来月近いということで、もうちょっとブライトの曲をかけちゃおうかなと、はい、思うんですが、だいぶ前にね一回やったんですけど、その時はタイトル決まってなかったと思うんですよ。そうだっけ、確かもうねもうできてすぐ出したと思うんですよ。マジですか。あのゴーゴーギターの編集者の須田さんが来た時にやったんですよ。あ、そうなんだ。そう、夏だったと思います。全然覚えてないなんかいつも歌ってるから、うん、みんなの前でもいつも歌ってる気分になってる。レコーディングの時もねめっちゃ歌ったもんね。そうそう、はい、そっか、じゃあみんなの久しぶりに聴く感じですね、はい、そうです、うん、決まりまして、はい、タイトルはこれは For Happy Ending。 そう、For Happy Ending というね、これハッピーエンディングって今日いろんなアーティストさんのね、ありますね。またそれが違った感じで、まあ、ちゃんとまたアレンジもしておりますので、はい、まあね、これも20日のライブでぜひお披露目しようと思ってます、ね、ぜひ聴いてください、はい、じゃあブライトンで For Happy Ending。Bye.
す夢は叶うなんて誰も信じてない、夢は逃げないなんて嘘、逃げてるのおかしい、本当の夢になるのが怖いから、本気で追いかけられない、夢と共に臆病になってても思うようにはいかないから、違う感じが、はい、はい、しましたけど、どうでしたかね、ちょっと思わずと夏に多分披露した時とは全然違ってんじゃないですかね、また違う感じで聴けたと思います、はい、お、ライブで聴けるのが楽しみです、お、なんかどん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 来ます、はい、どっからだビーボップさんからキーワード届きました、はい、どこからだろう、ハッピーエンドはないのそう、そうじゃないとハッピーエンドはないよっていう歌詞もね、うん、あ、キバで流れたのか、そうですね、ラジオでちょっと流しましたね、この曲の リフだけが元のバージョンですね、よく聞いてますね、うん、もうすごいドラムの音が違う、そう、ドラムの音がね、ちゃんとリアルなやつ、そう、リアルなやつに差し替えてるんです、そういう意味でもね、ちょっと今までと感じが、この曲がタイトル曲かな、この曲はタイトル曲じゃないんですよね、うん、ペアっていう曲がタイトル曲になってるんですけど、はい、これをまた、これもね CD に入ってる、入ってます、はい、入ってるので、ぜひお買い求めいただけたら、20日のライブから発売始めますので、うん、ビーボップさんはかっこいいライブで盛り上がりそうっていう、うん、この曲ですごいみんなに盛り上がってもらいたい、うん、この曲も盛り上がるために作ってる曲なんで、そうね、はい、なので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います、はい、ということで大事な番宣ですが、はい、最後に、うん、番宣コーナーですね、はい、まずはじめにじゃん、ゴーゴーギター1月号が現在発売中です、はい、もうすぐ次が発売されるのか、明日かな、発売されちゃうので買うなら今日のうちですね、そうですね、はい、じゃあ乗っております、はい、私の最終号なので次回はもう乗らないので、はい、今日買わなきゃもう一生買えませんということで、ぜひぜひ言い切るぐらい、はい、買ってください、はい、これが広瀬レアの早引きロックユー、これが表紙ですよね、はい、はい、買っていただけたらなと思います、お願いします、はい、そして、真の真の、はい、真のオールカラー世界一見やすいコードブック、はい、そうです、これもね僕も今年 出させていただいて、とてもね、うん、自分の中ではいい経験だったんですが、うん、宇宙一見やすいコードブックということで、これギター買った方にね、もう初心者の方にぜひお勧めしたい、こういうコードがですね一個一個、写真付けて載ってまして、その押さえる時のポイントとか、うん、そういう押さえる写真も全部載ってます、これを買っていただければ、コードの弾き語りとか始めたいという方はぜひお勧めできるんじゃないかなと思うので、ぜひこの、はい、オールカラー宇宙一見やすいコードブック、ぜひお買い求めください、お願いします、お願いします、
そしてそしてもう来年の話になっちゃうんですけど、はい、まずじゃん、レインボータウン FM ミュージックデリバリー DX が次回来年の12月じゃないや1月、はい、5日ですね、にの土曜日5時からになります、はいはい、初見さんとやってるのでぜひぜひ聞きに来てください、はい、その次の日じゃん、次の日またレインボータウン FM で、はい、広瀬玲奈のロッカビートカフェというのを、はい、新しくやらせていただきます、はい、この日が始まりの日です、そうですね、1月6日日曜日、はい、5時からキバオープンスタジオ、これは初見さんとのミュージックデリバリー DX と同じ場所でやります、はいはい、で皆さん無料で見に来ることができるので、はい、ぜひぜひ見に来てください、うん、そしてラジオでももちろん聞けますし、うん、ユーストリームでも映像を見ることができます、はい、のでぜひぜひよろしくお願いします、はい、そしてこれが一番大事な、そうです、これが一番大事、皆さん来てくださいと、はい、そちらですね、じゃん、ブライトンの初ライブ、初 CD リリースということで、はい、1月20日日曜日に新宿マーブルというライブハウスでライブをやります、はい、初ライブで CD 出しちゃうところ、またすごいね、すごいことですよね普通はしないですけど、もうこういうことやっちゃうんで僕たちは、はい、はい、そして11時50分からオープン、はい、で12時20分スタートになります、はい、じゃあもう1時間ぐらいのね、ミニワンマン的な形のライブをですねやろうと思ってまして、でこれが終わった後に、うん、またね、そう、ラジオ、ラジオがあるんですよ、ロッカビートカフェがあるので、そうそうそう、なのでみんなこれ終わったら一緒に木場まで行きましょう、はい、そうするともう一日中一緒に楽しめるということ で、 そうなんです、ぜひライブだけじゃなくて、でライブも昼なので、例えば学生さんとかね、これ日曜日なんですよ、うん、だから社会人の方でもそうだし、まあ、仕事休みの方とかは昼とかなんで、うん、ぜひ、まあ、ライブだけ見に行くって方でもいいので、うん、まあ、こちら1月20日の新宿マーブルにですね来ていただけたらなと、もうこれはもう切に願うわけですね、はい、はい、これは来ていただきたい、で前売りだと500円安くなります、はい、前売りは2000円です、当日チケット買うとなると2500円になっちゃうので、必ずまあ皆さん前売りで買った方がお得です、はい、前売りを欲しいっていう方はですね、ヒバ、はい、オープンスタジオまで来ていただけたら、はい、私がもうお売りしますので、はい、チケットで、チケットそのままで、そう、はい、渡すこともできますので、ぜひ皆さんお早めにお買い求めください。はい、お願いします。はい、そして、このライブではゴンゾーさんという、はい、お笑い芸人の方が、知ってる方もいるんじゃないですか。いると思います。いっぱい結構テレビ出てるので、そう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 、すごい有名な方なので、タンバリンとか使ってね。そう、タンバリンですごいダンスするんですけど、はい、すごい面白いのでその方も要チェックという。はい、その方も一緒にこのライブにオープニングアクトとして。はい、見ていただくことになっているので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います、はい、はい、そして最後に私たちのブログ、はい、頑張れリトルブログと真のブログ、はい、アメーバでやってます、やっております、なので皆さん読者登録だったりとか、あとアメーバ申請も大歓迎しますの で、はい、でこちらでそのライブの詳細、まあ、お伝えしますけど、まあ、ライブに向けての情報ですとか、あとは日頃のそのブログでいろいろバイトのことも書きますので、ぜひ皆さんこれチェックしていただけたらなと思います。はい、そしてツイッターもやってますので。Facebook もね。あ、そう、Facebook も、ブライトンの Facebook もできました。はい。なので、それもこのブログ内でまた発表すると思いますし、うん、ぜひFacebook やってるって方は、そちらでもまた絡んでいただけたらなと思います。はい。はい、ということで。はい、もう残り1分ですが、はい、次週じゃないか、次の放送は、1月10日、そうですね、3日がお休みになるので、はい、次は10日、はい、1月10日にお会いしたいと思います。まあでも、ね、また来年はね、はい、ドカンとドカンと行くと思うので、来年はもうやるしかないですから、そうだから皆さんこれからもブライトを応援よろしくお願いします、はい、お願いします、ということで今年1年、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、また番組もねこれから続いていきますので、うん、ぜひまだ皆さんまあ今見る皆さんもそうですし、うん、まだ見てるけどコメントしないという方はもう来年ね、うん、ぜひここに書き込んでいただいて、チャットの数もどんどん増えてもらって、はい、はい、盛り上がったらいいなと思いますので、ぜひまた来年もよろしくお願いします、よろしくお願いします、ということで最後にね決めのポーズで最後終わるので、はい、はい、ではいきます、はい、木曜12時からはお父様ランチ、ご視聴ありがとうございました、良いお年を。